てめぐるくん、まず誰から聞く？ヤマトさん、ちょっといいかな？びっくりしたね。びっくりなんてもんじゃないわよ。まさかあんな。あ、ごめん、大声出して。あたしシルバーに会えて嬉しかった。みんなに会えて嬉しかったのに、誰がこんな。何か心当たりはない？シルバーは誰かに恨まれていたとか。そんなのないよ。みんな仲良かったし。誰かに間違われたとか。そうよ、きっとそうだよね。私たちは関係ないよね。そういう可能性もあるわ。だからあなたの知っていることを話してほしいの。彼を発見した時のことを教えてほしいんだけど。あの時、私、上から急に落ちてきた生首に驚いて、どっちに逃げたかもよく覚えてないんだけど、とにかく別の場所に行きたくて、すぐそばにあったドアを開けたの。そしたら、最初暗くてよく見えなかったの。またエキストラか何かで突然立ち上がって驚かせるつもりなんじゃないかって。見たら着ている服がシルバーとそっくりで。近づいたら本人だった。ヤマトさん、あのシルバーが手に持っていたカードについてはどう思う？わからないよ、そんなの。ザップにもらったカードってだけでしょ。ありがとう、もういいよ。終わったみたいだね。ザップ、悪いんだけど、ちょっといいかな？え、なんや？聞きたいことがあるんだ。あ、うん。僕に聞きたいことって、一体何や？私たち、シルバーを殺した犯人を捕まえようと思ってるの。勇ましくてええな。で、犯人は誰やと思ってんの？それがわからないから調査してるの。一応確認なんだけど、自由行動の時どこに行ってたのか聞いていい？僕は一人で写真を撮りに行っとったで。撮った写真も見せた方がいいか？
シルバーには何か殺されるような理由があったと思う？僕が知る限りではないな。軽い男やったけど悪いやつじゃなかった。あのカードのことなんだけど、みやこちゃんも僕を疑ってんのやな。シルバーがあれを手に持ってたことはきっと何か意味があると思うの。心当たりはない？僕は犯人が僕に罪をなすりつけるために逃げ出したんやと思う。そうすると犯人はあのカードが元はあなたのものだったことを知っていた人物ということになるわね。とにかく僕を疑うのは時間の無駄やで。もうええやろ。あ、うん、ありがとう。次はみやびから話を聞いてみようか。みやび、ちょっとこっちへ来てもらえるかな。あ、ああ。シルバーが死んだこと、やっぱりショックだった？ショックに決まってるだろう。会ったのは今日が初めてでも、3ヶ月ずっと一緒にやってきた仲間だからな。シルバーが誰かに恨まれていたとか、何か知ってることはない？そんなことを聞いてどうする？探偵ごっこでもするつもりなのか？探偵ごっこなんかじゃないわ！私は真剣にシルバーを殺した犯人を捕まえたいのよ。ほう、そりゃご苦労なことで。ま、頑張れよ。ちょっと待ってよ。みやびだってシルバーを殺した犯人が誰なのか突き止めたいと思うだろ。シルバーを殺した犯人ね。普通に考えればこのメンバーの中にいると考えた方がいいだろうな。もちろん俺のことも疑っているんだろ。そうよ。橘さん、だからその疑いを晴らすためにも知っていることを話してほしいの。みやびは30分あった自由行動の時、どこで何をしてた？特に何をしてたってわけじゃないな。ただその辺を一人でブラブラしてた。コーヒーは飲みに行かなかったんだ？一人でコーヒーを飲むのもどこか気が引けてね。つまり、俺にはアリバイがないってことだな。みやびはシルバーが殺された理由に何か心当たりはある？メンバーの誰かに恨まれていたなんてことはまずないと思う。まあキャット以外の交友関係で何かあったとしても俺たちには知るすべがなかったけどな。シルバーはあの2枚のカードを持ったまま倒れてたんだけど、どういうことだと思う？さあな。普通に考えたらあのカードをシルバーに渡したザップが怪しいんじゃないか。
決め手に欠けるわね。あら、まだいらしたんですか？皆さんからの聴取はさっきので済んでますから、ご自由になさって構いませんよ。いや、その、ちょっと…あ、すいません。ちょっと失礼します。はい。はい、了解しました。すみません。お待たせしました。あの、じゃあ僕たち失礼します。え、あ、はい、そうですね。ありがとうございました。もしかしたらまた何かお尋ねすることがあるかもしれませんが。わかりました。それじゃあ美和子さん、どうもありがとうございました。いえいえ、美和子様たちもお気をつけて。さあ、早速犯人探しよ。でもどうするの？ほとんど手がかりないじゃない。それはめぐるくんに決めさせてあげるわ。え、僕に？早い話、何も思いつかないわけね。うっさいわね。ほら、いいから考えてよ。とりあえず作戦会議した方がいいんじゃない？何も考えないで動くよりさ。そうね、私も同感だわ。確かにそれもそうね。じゃあどこでする？あんまり人気がないところがいいんじゃない？やっぱり人気のないところ、人気のないところ、ひらめいた！あそこよ！ほら、何やってるの？早く早く！わかったよ。怪しいと思ったのよね、あの5人。やっぱりシルバーを殺したのは残り4人のうちの誰かなのかな。間違いないわ。私の推理によると、犯人はザップかミヤビのどちらかね。ザップとミヤビか。どうしてそう思った？そんなの簡単よ。シルバーはヤマトさんと仲が良さそうだったでしょ？確かに。初めて会った時も二人はよく喋ってたしね。ザップかミヤビのどちらかが実はヤマトさんを好きだったのよ。嫉妬による犯行ってやつね。私の推理は違うわ。あのグループには何か隠し事があるような気がするの。きっとシルバーはそれを外部に漏らすと言い出したのよ。それで殺されたんだわ。隠し事か。あ、そういえばザップにみんなが集まるのは今回が初めてかって聞いたときに1ヶ月前にって何かを言いかけなかった？あ、
そうよ、きっと彼ら5人で何か人に言えないようなことをやったのよ。それで仲間割れしたんだわ。じゃあシルバーが手に持っていたカードの意味は？あのカード、ザップがシルバーに渡したんだったわよね。やっぱりザップに殺されたって意味なんじゃ。あら、あのカードのヒロインはあなたのそっくりさんだったわよね。そういう意味でシルバーが握っていたという可能性もあるわ。ちょっと待ってよ。それじゃあ私がシルバーを殺したっていうの？忍も橘さんも落ち着いて。私は可能性の一部を口にしただけよ。めぐるくんはどう思うのよ。もしかしたら2枚持っていたことに何か意味があるんじゃないかな。え？ 2 枚持ってたことに？ザップや橘さんのことを示すだけでいいなら1枚でいいはずだろ。シルバーはどうして2枚とも握ってたんだろう。シルバーは殴られて虫の息だったのよ。とっさにポケットから出したら2枚とも出てきただけじゃないのかしら。もう少しいろいろと考えてみる必要がありそうね。うん、そうだ。ん？なんだ？いや、な、何？猿？こら、なんてことすんのよ！返しなさい！橘さん！バカね。ポテトチップくらいあげたっていいじゃない。そんなことより僕たちも追いかけないと見失っちゃうよ。放っておきなさいよ。そのうち諦めて帰ってくるわ。でも。どうしたんだろう、橘さん！誰か早く来て！従業員というわけではなさそうね。どう
してこんなところに入ったのかしら。何かある？あそこに落ちているの、もしかしてこの人のリュックじゃない？わかった！きっとこの人も私と一緒で猿にそのリュックを奪われたんだわ。それでここまで追いかけたけれど、このゴツゴツした石につまずいて転んじゃったのよ。それはおかしいわ。奪ったリュックを猿がこんなところに置いていくかしら。うん、それもそうね。あれ？この携帯って、君の携帯とそっくり同じじゃない。M ってまさか。ハンドルネーム。ちょっと待ってよ。この少年もあのメンバーの仲間ってこと？だいたい頭文字が M のハンドルネームってみやびだけじゃないか。その携帯、電源は入るのかしら？どうだろう。もしかしたら壊れてるかもしれない。リュックの中に何か手がかりになりそうなものは入ってないの？そろそろやめとこうよ。大したものは入ってないみたいだし、それにあんまり触っちゃうと警察に叱られちゃうよ。そんな、せっかくのチャンスなのに。そうかもしれないけどさ、私たちはまだ疑われてる身分よ。あまり勝手なことしてると余計に怪しまれるだけよ。はいはい、やめときますよ。とりあえず警察に連絡しておこう。ご連絡ありがとうございます。あ、美和子さん。あの、遺体を最初に発見されたのはどなたでしょうか？私です。あら、美和子様でしたか。ええ、そうよ。あの、一つお聞きしてもよろしいでしょうか？あそこは関係者以外立ち入り禁止の区域なのですが、美和子様はどうしてあの場所へ？私のポテトチップを猿が持って行っちゃったの。それでその猿を追いかけてたら偶然あの場所に出ちゃったのよ。あ、ちょっと失礼しますね。もう少しお聞きしたいことがあるのでしばらくお待ちください。あの人に話した方がいいんじゃないかしら。あのストラップのこと。
そうだね。すみません、お待たせして。あの、どうかしたんですか？あ、いえ、それがその、私が追っている事件のことで。事件？ええ、皆さんは1ヶ月前公園であった爆弾事件をご存知ですか？それで、今回の事件で、このようなものが発見されて。これは、衣装？そのようです。犯行は複数で行われたものと推測していましたが、もしかしたら彼が犯行グループのリーダーだったのかもしれません。彼はこの遺書を残して自殺したのでしょうか。でも、なぜここで。僕はパザン。彼の本名とか、そういう手がかりは何かありましたか？はい、リュックの中に彼の財布が入ってました。
ただ所持金を抜き取られたような痕跡はなく、レンタルショップのカードの裏に秋田亮介と彼の本名と思われる名前が記名されていました。詳しいことは今調べている最中です。秋田亮介、美和子さん、あと一つだけ教えてほしいんですけど、彼の死亡推定時刻は分かりますか？はい、正確な時間はまだ出せませんが、今日の朝9時から10時の間だと思われます。そうですか、じゃああとは警察の方に任せます。頑張ってくださいね。はい、精一杯頑張らせていただきます。